二号艇は香川元子選手の話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。二走目ちょっと着順は五着だったんですが、はい、どうですか。あの雨の中のレースだったんですけども、エンジン的には何かこう感触の違いってありましたですか。えっとちょっと止めすぎて、うん、伸びが落ちて出足はよ、うん、あの乗り心地は良くなってたんですけど、うん、ちょっと伸びが落ちちゃったんで,、はい、で、また明日整備したいと思います。 スタートに関しましてはコンマ21ということで、はい、まあダッシュからのスタート、これはご自身の関東はどうですかいやもうちょっといったと思ってたんですけど、はい、じゃあ、まああのー、その天気によって、まあ、気象状況によっあとはきそのセッティング、仕上げたいという、はい、部分になりますか、誤枠なんで、もう本当に、あのー、最後の皆さん勝負負けになるんですけれども、好き、はい、あらばちょっと構想ってというお気持ちは別にないですか。うん、2号です そうですか。はいはい、あのインを取ろうという。いやないです、はいうん。ないですか。はい、そうですか。はい、はいえー。大切な三層目になりますんで、それではファンの皆様にイコメ一言お願いいたします。はい、えっと二号手なんで一生懸命頑張って一等取ります。応援してください。